ょっとしてかもしれないという意味を持つともすれば、この番組はタイトルの通り、開けてみるまでどうなるかわからない成り行きに身を任せたフリーダムなトーク番組です。これ聞いとこうかと。食べ物続きで12番、最後の晩餐に食べたいものといえば、うん、はい、決まってますか？決まってます。お、でははい、行きましょう。せーの、いや、お母さんが作ったお母さんが作った煮物、私もじゃあ家族焼肉、家族が作った焼肉家族が焼いた焼肉そうですよね、まあまあまあ、最後の晩餐だっつっていやでも分かります、焼肉、焼肉はいい、結局焼肉が一番好きなんで、あ、最後だよって言われたら、ね、じゃあ焼肉に行くってなる気がする、うん、まあ、でもそのなんだろう、親しい人たちと行って食べるの、確かにみんなで囲んで感じるかなって思うんですけど、お母さんが作った煮物、うん、煮物かなって、なんかお母さんが作ったもの何でもいいやって思ったんですけど、うん、まあ、煮物がよくね、家庭の味も出るので、うんうん、確かに、なんか母が作った料理が割とこう味付けがあんまりパンチが強くないタイプの家庭で、もうそれが好きなんですよ、うん、なんかそう、そのぐらい優しいものを食べて終わろうって、うんうん、そのままふーってその胃腸も穏やかで穏やかな気持ちで、穏やかで、そう、お腹ぐるぐるしないよって死のうかなと思って絶対料理上手ですもんね、ご飯、お母さんの料理も食べてみたい本当ですか？得意料理なんですか？得意料理ってほどの得意料理もないんですけど、うん、本当に自分がもうザ一人飯って感じの、うんうん、自分がその時食べたいものを、なんかでも、うん、パッて何も考えずにってよりは、それこそ YouTube でレシピ検索して作ったりとかなんですけど、うん、YouTube めっちゃ調べます、うん、間違いないです。すごいすごい数のレシピ、そう、すごい数のレシピ、でも最近それこそ実家で母がたまに作ってくれてたのを思い出して、最近朝やってるシェントウジャンっていうあの台湾とかでよく売られてる豆乳温めたものに黒酢入れて、そう、なんだろう、ザーサイとか入れて、ザーサイと小エビ、桜エビとか入れて、で黒酢入れるとちょっと固まるんですよ、ちょっとおぼろっぽくなって、へえ、でなんか台湾だとそれに揚げパンとか入れて食べる、揚げパンはなんかイメージあります、うん、とかを朝作ることが、すごっ、たまに実家で母がやってくれてて、すごいですね、それ美味しいんです、おすすめ、え、作ってみます、うん、小エビって乾燥してる小エビですか？乾燥してる小エビです、あ、大きいです、美味しいです、なんかもう全然味のイメージが作れないそうなんですよ、優しくて、うんうんうん、朝シャッて作れて美味しくて、最近よく作ってます。え、ザーサイは缶詰ってことですか？瓶になってるやつを、なんか多分本当は細かく切った方がいいとかあるんでしょうけど、うんうん、もうシャッターって入れて自分用なんでかっこいい、そうだって入れて、ちょっと味自分の好みに調整したりして、うん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 、タンパク質も取れるし、ええー、やんと思って、え、なんて名前でしたっけ？シェントウジャン、シェントウジャン、シェントウジャン、わかりました、ありがとうございます覚えとこう、とかを作ったりしてます、うんうんうん、すごい、いやでも焼肉はいい、焼肉って最高ですよね、結局何が好きですか？焼肉ですか？行った時は、そうだな、でもなんかもう油いっぱいは、あ、うん、わかりますよ、はわってなっちゃうから、うなんか、そうですね、ちょっといい部位をちょっとだけ食べて、うんうんうん、あと、なんか、おいしいぞって腹に行くよとか1回目そう1回目に、でも、その分、なんだろう、もうなんか部位の名前多すぎません？確かに結構多いですよね、その名前の部位がどこなんだみたいな、はいはいはい、なんか絵見てもうん、つまりトモ三角みたいな、あ、私もその高級部位全然わかんない、シンシンって書いてもあ、そう、どこ何のこと、もうロースぐらいまで、ロース、ハラミ、カルビぐらいまでしかもうわかんないです、ね、あとターン、もうターンが間違いない、ターン美味しい、ターンが美味しい、ご飯食べます？私あんまり焼肉行ってご飯頼まなくなっちゃいました、あんまりはもう大をライス大
ヘルシー最高。もう私本当に焼肉の時だけ胃袋無限になっちゃって羨ましい。ずっと食うんですよ。そうだから見せてあげたい一度私の無限の胃袋食べっぷりを。ちょっとじゃあ次来てもらうまでに焼肉の方が実現早そう。友達さん見てください、ほらほら胃袋無限でしょ。すごい食べてる。見せてあげたい。すごいライスなんか食べ終わって余裕が残ってたら冷麺頼むとか、うん、そっち派かもしれない。はいはいはい、それも行きます。ライス行った上で。そうです。あ、すごい、ね、うん、当たり前当たり前ですね。いやすごい。いやでもそれが一番いいです。美味しい、羨ましい。無限に食べたい。マチコとよく焼肉に行くんでぜひ。あ、じゃあ そこに、はい、私も参戦させていただいて、うん、ぜひお邪魔させてください。来てください。いい食いっぷりを見ていきたいと思います。はい、じゃあもう一個ぐらいいこうかな。うん、何がいいかな。これ4番。これ4番いきますか。残しといた4番やります。そうですね。4番、気乗りがしない曜日といえば。皆さんそれぞれあるでしょうからね。そうですね。なんか一般的にはとかあると思いますけど。うん、気乗りがしない曜日な。うん、うちは比較的曜日はもう関係ないお仕事ではありますけどね。うん、気乗りしないになりがちなとこってことですもんね。うん、決めました。お、私も決まってます。では行きましょう。はい、せーの、水曜日。おお、水曜日。水曜日なんでですか。なんか週の半ばかってなるんですよね。すごいちゃんと世の中の人に寄り添ってあげてる。いやでも世の中的には多分月曜日憂鬱派が多いじゃないですか。うん、多分月曜日はそんなに、うん、全然あれなんですけど、なんか水曜ぐらいでなんか週の半ばかっていうのがなんか多分社会 その一般的な働き方してる方たちからするとなんか あまだあと半分頑張んなきゃいけないだと思うんですけど、うんうん、なんか私的に今週も半分終わっちゃったの憂鬱なんですよ。ね、最近そういう感覚すごい感じてらっしゃいます。その早い、あっという間みたいな。そうかもしれない。これからもっとです。早ですよね。これからもっとです。先輩すさまじいです。私はもう悟りました。悟りましたか。 もう受け入れました。あ、そんな早いことに対しては何 も、 早いもの。 そういうものだと。早いもの。もうなんか私、はい、そのうちらその曜日が関係ない分、うん、平日でもお休みとかいただけるじゃないですか。はい、でたまたまお休みが土日とか被ってるとあ、でも確かに買い物行くにも人も多いし、映画見に行きたかったら店が埋まってるとか。確かにあって、祝日もそうなんですけど。それはそうかも。平日が好き。確かに。そう平日が。そう言われるとそうですね。はい、平日に休みたい。そう、平日に休みたい。土日は働いてたい。のんびりと。なんかもう平日にこう皆さんが、大半の皆さんが懸命に働いている中で、うん、その映画館行ったりとかっていうことの楽さを知ってしまってもういけないですよね。体がもうそっちに慣れちゃってて。あ、確かに。そう、途中で気づきません？なんか今日人多いの。確かに土曜日だみたいな、日曜日だみたいな。祝日特になります。そう、祝日好き。なんか3連休らしいよみたいな。そうだったんだ。そうなんだよね。その分イベントとかでこう皆さんに会えたりとか、うんうん、仕事があるときは全然大好きなんですけど、休みのある週末が嫌だって。そう、嫌だ嫌だ。働きたい。逆働きたい。働きたいんだっていう感じですかね。わかりますわ。自分で言わなきゃいけないランキング。そうですか。私の機嫌はそれ。なんで殴られる。誰かに殴られません。いい加減にしてチャンネル登録、グッドボタンよろしくねー。